はい、皆さんおはようございます。ガクチャンネルのガクです。今はですね、あれですね、吉野の桜を、撮影しに行こうと、現在、4時半くらいですかね。今コンビニね、ちょっと寄って、セブンイレブン寄って、今ちょっと頭のね、動画撮ろうかなとやってるところです。今からね、吉野の方、まあ、許可関係もね、一応ちゃんと、確認ができて、で、撮影もね、できそうなので、行こうと思います。まあ、朝しかね、ただ、なんていうか、許可してもらえなかったですね。まあ、混雑するんでね、まあ、今年はね、コロナの影響でちょっとわからないですけどね、一応朝だけと、朝っていうか、まあ、人がね、混むまでということで、一応お話しいただいてるんでね、行ってみたいと思います。ではでは。はい、どうも。今ね、吉野の方に到着しました。今、ただいま、5時48分。ね。ちょっと、もやってはいますけど、まあ、こんな感じです。ね、桜の具合から言うと、ちょっと、もうちょっと咲いてほしいかなという感じですかね。はい。ではでは。
はい、どうも。今ね、まあとりあえず、いろんなところでちょっと飛ばしてきて、っていう感じだったんですけど、ちょっとね、もうなんかちょっとムカつくことがね、若干あってね、本当にね、まあまたそれはね、別の機会で話そうとは思うんですけどね、ちょっと次の動画でぐちぐちね、ぐちをちょっと言いたいと思います。またドローンに関してなんですけどね。今日はね、もう全部、ファントムで飛ばしました。やっぱりなんていうんですかね。まあ、人とか、まあ、人のもの、まあ、家とか、そんなものからもね、まあ、30メートル以上離して、飛ばせるかどうかっていうところでね。一応、許可はね、申請して許可は取ってるんですけど、国交省のね。そこら辺が怪しかったんで、まあ、ファントムね。で、マビックエアでもね、確か30メートルのやつだった、取れてたんかな？一応ね、取れてなかったような気がするね。このファントムの方は、この、頑丈なプロペラガードの方ね、これをつけないとダメなんですけど、そちらの方の許可は、申請してるんですけどね。だからこいつじゃないとダメなんですよ。まあこいつなら、まあ大体のことはね、許可してる、僕が申請してる内容は全部 OK 取れてるやつなんで。はい。で、あんまりね、近いところから、だから、桜からね、近いところから撮れてないっていうのと、まだね、ちょっと、満開状態ではないっていうね、なんか、本当に寂しい感じがしました。だけどね、もうね、まあ、本当に次またぐちぐち言いますけど、もうこれ、吉野は来ない。もうめんどくさい。めんどくさいっていうか、もうね、まあ、うん、はい、また言います。はい。ということで、多分ね、もう、また、本当は、もうちょっと、咲いた状態で、今日ね、一回来てみて、もうあんまり咲いてなかったら、もう一回来ようかなと思ってたんですけど、でそれに、やっぱりね、来てみたら、まあ、他の人、周りにいてる人たちにもね、話してたら、やっぱり今年はね、少ないみたい。コロナの影響で。かなり、やっぱり、聞いてたら、やっぱり中国人の、団体の旅行客っていうのが多かったみたいで、それがもう全くない。ね、多分日本からも観光バスとかがもう全然来てないっていう、日本人もね、来てないということで、もう本当に静かな、吉野山ということでね、まあまあ、僕が会った人たちは、結構ね、まあ、こういうのもいいねっていうね、感じは、言ってましたけどね。はい。ということで、まあ、はい。まあ、とりあえず今日はもうこの辺で失礼します。あんまりいい映像がね、撮れなかったんでね。まあ、ちょっとそれも、若干腹立たしいところはあるんですけどね。僕いつも練習してるところの方が綺麗な桜が撮れた感じがします。そこはあんまり人がいてない、人もいてないしね。桜の量もね、かなり多いんですよ。だから、もう吉野はいい。遠いし。はい。ということで、今日はこの辺で失礼します。さよなら。